宮城スタジアムの五輪観客数については、あさってと31日に上限となる1万人のチケットが販売されています。スタジアムの感染対策の責任者は、選手と一般の人との間で感染が広がるリスクは極めて低いと話します。宮城スタジアムでは、サッカー男子の予選2試合が行われる28日と、男子の準々決勝が行われる31日に上限となる こうした状況について、宮城スタジアムで医療統括責任者を務める仙台医療センターの島村博宗医師は、選手や関係者は、宿泊先と競技場を行き来するバブル方式が取られているため、選手と一般の人との間で感染が広がるリスクは極めて低いと指摘します。試合のある時は えー、そのホテルから専用のバスに乗り込んで、えー、直接宮城スタジアムまで来ます。で、えー、選手用の入り口というのが、まあ、あの観客用と全く別でありまして、で選手用の入り口から、えー、選手の,そのロッカールームですね、直行できるようになってます。でそののの線線が一般のあのお客さんのその線と全く 接触しなな、ないような全く別のルートになっています。また、島村医師によりますと、観客を入れて行ったこれまでの4試合について、大声や周囲と接近する応援など、観客の中で感染を広げるような行動はなかったとということです。観客のコン,コンコースというところですけれども、臨時の医務室を作っておりまして、医師と看護師が常駐している。 でそのほかにです、ね、ボランティアの方に2人1組で見回りをする感染が疑われるような事例というのは今のところ発生はしていないようです島村医師は県内で感染を広げないためにも選手や観客はもちろん県民一人一人の基本的な感染防止対策の継続が重要だと話します。どここにも寄らないいででお家に帰るということうあれば 原理的には感染はしないはずですいわゆる3密を避ける、しっかりマスクをつけるということを守っていただくしかないと。